面ライダー V3!赤い仮面の V3 ダブルタイフン命のベルト力と技の風車が回る父よ母よ妹よ風のうなりに血が叫び力の限りぶち当たる敵は地獄のデストロン戦う正義の仮面ライダー V3 ライダー3号、その名は V3。 なんだろう。危ねえじゃねえか、こんなところの。おい、誰かいるのか。おい、おい、どうした。人間が溶ける。なんていうことだ。まだ寝てるのかしら。お兄ちゃん、コーヒーが入ったわよ。おう。待てよ。俺は昨夜この目で人間が溶けるのを見た。そして怪しい車に命を狙われた。しかしなぜ、なぜ俺の命が狙われなければいけないんだ。わっ！こら、ユキコ、びっくりするじゃないか。ごめんなさい。だってお兄ちゃんポカーンとしてるんですもの。シロ、見てみろ。シロ、お前のコーヒーに入れてあったのはチベット産のルガーという猛毒だ。え？一口飲んだが最後、肉体組織は焼けただられる。先輩、これでもまだ信じませんか。偶然じゃない。命が狙われたのはこれで二度目なんだ。なぜシロの命か。風見シロ、つまりたけしの後輩の命が狙われているというんだな。ええ。
それも単に命が狙われたっていうだけじゃないんですよ。やつの目の前で一人の人間が溶けてしまった。その目撃者であるためか。おやさん、俺たちの目につかないところで何かが密かに行われて目撃者が狙われる。考えすぎだ。ゲルショッカーは滅びたし、地上も平和になったんだぞ。そう信じたいが。おい、まだまだコーナリングが甘いぞ。それじゃあもう一周。あの男が狙われるなんて。よし、俺は救急車呼んでくる。神、神、しかしよ、おい、神、風見、空から爆弾だ。三度目。風見、爆弾。風見、しかしよ、風見。隼人、隼人、お前どうしてここへ。おやさんに聞いた。救急車はすぐ来る。大丈夫か。そうか、隼人、救急車が来るまでこの男頼むぞ。おい、本郷、どこ行くんだ。変だな。近くに墓地も教会もないはずだ。本郷は近くの山を調べてますよ。一体誰がこんなことを。出発しますよ。俺はついてくからな。お願いします。どうした、変な顔して。俺の墓があったよ。何だって。お前の墓。あいつは三度も命を狙われた。それに俺の墓だ。おかしなこと起こりすぎるぞ。おかしいな。また救急車だ。怪我人はどこですか。しまった。大丈夫でしょうか。この様子では心配ですな。誰に頼まれた。やめろ。なんだこれは。
ってさては貴様貴様にも撃ってやろうか行けごめんなさい違うんだユウから助けてくれそれは…しろ逃げるんだ、はい、誰もいないこれはどうなってるんだおやさおおやさ本郷またやられたぞ四郎の言う通りだとするとこれで淀む命を狙われたことになるゲルショッカーが全滅してやっと平和に戻ったと思ったんだがまた新しい組織か誰が一体こんなことよしこうなったら俺一人でも探し出してやるおいおい無茶するなよあれは何かしら今の人たち一体どうしたんです君に悪い人たちが追いかけてくるんですえ誰もいないじゃないですか消えたあ、君あ、君お、あ、弱っちまったな兄ちゃんずるいわねこんな素敵なガールフレンド隠しておいたなんて違うんですって偶然出会って助けたんだそうですようわあ、ロマンチックね、うん、怖い助けて大丈夫ですよここなら安全ですからね何人を助けたうんでその人はどこにいるんだええ気を失ったもんでひとまず安全なところを考えて俺のうちに寝かしてあります、うん、彼女も何かを見たために狙われたどうも気になるなうんなかなか姿を見せんが今度の相手は油断できんぞおいお前すぐにうちに帰ってろえいやすると俺のうちが狙われるってんですかまだ横になってた方がいい私どもの息子の四郎があなたをお連れしたんですよ私ユキコよよろしくあ申し遅れました私玉純子ですいろいろお世話になっちゃってどうもありがとうございましたお世話だなんてとんでもないよかったよかったねなんだろうあの音はジーザーズ逃げろ逃げるんだ
父さん、シロ、お姉ちゃん、母さん、我々の姿を見た者は全て死んでもらう。母さん、行きよシーザー、次はこの女だ、死ねシロ先輩、本郷武史、ライド変身。先輩がライダー、逃げろ、行くぞ、シーザーズ、ゴー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 。本郷、どうした？風見の家族が皆殺しにされた。何だって？恐ろしい奴らだ。来てくれ。うん。俺は今日限り人間であることを捨てる。復讐の鬼となって親父たちの仇は必ず取る。仮面ライダー、お願いだ、俺を改造人間にしてくれ。風見、お前の気持ちはよくわかる。しかし個人の復讐のために力は貸せない。しかし俺は、改造人間は私たち二人だけでいい。人間でありながら人間でない、その苦しみは私たち二人だけで十分なんだ。戦うのは私たちがやる。風見、君の身の上にもしものことがあれば、それこそ亡くなった両親や妹さんも浮かばれまい。純子さん、あなたが襲われた場所にデストロの手がかりがあるはずだが。その場所は、本郷、もうこちら。おう、遅かった、すでに放棄したとだ。こそ仮面ライダー1号2号。その声はまさか。久しぶりだな、仮面ライダー。ゲルショッカーの資料。お前たちが見たゲルショッカーの資料は私の仮の姿に過ぎない。そしてお前たちは二度と再び私の姿を見ることもないのだ。何だと？私は最後の組織デストロンを再編成した。世界は必ず征服する。まずその手始めに宿敵仮面ライダーを抹殺する。この光はデストロン科学人が開発した改造人間分解光線だ。二度と再びお前たちの姿を見ることもない。同時に橘藤兵衛も後を追う。よし、あと10秒で全身が分解する。さようなら、仮面ライダー。先輩、来るな、鏡来るな。あれだ、
風見、しっかりしろ。風見、このままで死ぬぞ。風見は死を覚悟で私たちを助けた。知らさくないとすれば方法は一つ。よし。どうしたんだこれは。何だ。これだけ撃てば仮面ライダーは完全に死んだな。デストロンを倒すまでは仮面ライダーは死なん。くそ、生きていたのか。やれ。ごやさんところはイエス。行かせるものか、ライダー。ハヤト、大丈夫か。大丈夫だ。一応二号、死んでもらう。ゼーカー。待て。成功したぞ。貴様を仮面ライダー V3! V3! 束の間の部屋を破って突如出現した暗黒組織デストロン。デストロンに家族を殺された風見四郎は仮面ライダー V3 となって蘇った。デストロンとの激しい戦いがこれから始まるのである。つつとペンダント怪人いたぞと声高く僕らの通信送ってる。共に進もう V3。 僕らは少年。次回仮面ライダー V3。 デストロンの強力怪人カメバズーカに内蔵された原子爆弾。風見四郎の変身ポーズは、必殺技は何か、そして仮面ライダー1号2号はどうなるのか。次回仮面ライダー V3 ダブルライダーの遺言状をお楽しみに。